はい、どうも皆さん、こんにちは、ソーヤンゲームズでさーしゃーということで、本日非常に怒っております、私。非常に怒っております。何があったかというと、どこに誰に対して怒ったかというと、ウクライナの政府に対してめちゃめちゃ怒っております。はい。まあ、多分ね、知らない人も多いと思うんだけども、なんと、まあ、俺もちょっと知らなかったんだけど、なんとですね、もうこれ最初から言いますよ、もう正直に言うし、何も包み隠さず言うんだけど、あのね、ウクライナ政府が、まあ、単刀直入に言うと、まあ、過去の、ね、日本の歴史を、まあ、批判した、皮肉を込めたメッセージを残したということが、判明いたしました。まあ、何をしたかっていうとね、昭和天皇という、ね、天皇が、第二次世界大戦中に、いました日本の天皇ですね、その天皇をですね、ナチスドイツのヒトラーと、イタリアのムストリーニに並べて、同じ写真並べて、ツイートを投稿しました。はい、まあ、これどういったことかっていうと、まあ、ちょっとね、この後ちょっと説明するんですけども、まあ、これが非常にね、これに対して俺はね、めちゃめちゃ怒っております。で、まあ、この二人ね、このやばい、ヒトラーと、ね、ムストリーニ、まあ、有名な人たちなんですけど、この人たちなぞらえて昭和天皇を入れた、まあ、で、どういう文言、多分ね、写真もね、まあ、多分ツイッターで検索がいくらでも出てくるんだけど、まあ、要するに独裁や虐殺の時代は1945年に終わったと。そこになぜかね、昭和天皇が入っていて、まあ、それに対して日本の国民、僕自身もそうですけど、まあ、僕日本国民でも何でもないあのウクライナ国民ですけれども、それに対して非常に、不愉快に思いました。はい、僕自身も日本大好きですし、日本の皆様がこのウクライナに対して、たくさんのことをやってくれる中で、そういった投稿がですね、ウクライナの公式の、ウクライナ政府のツイッターからツイートされるっていうのは、もう本当に許しがたいというか、非常に残念極まりない、ことだと思います。はい、まあ、これ一刻も早くね、謝罪、していただきたい、所存でございます。で、まあね、俺ね、この昭和天皇ってね、なぜそこで昭和天皇が出てきたんだろうと思い、まあ、いろいろ昭和天皇のことも軽く、ほんと軽くよ、薄く調べたんですけど、まあ、なんかね、その広島に原爆が投下された時に、まあ、なんかすごく気の毒です、あのかわいそうですぐらいしか言わずに、なんか全然こう、今命をね、軽々しく捉えていたみたいなね、話もありますけれども、もうそんなこと正直ね、もう俺申し訳ないけどね、そういう過去の、なんだろう、ことをいちいち棚に上げて、ましてやね、日本は今ものすごいたくさんのね、支援をね、ウクライナに対してしてくれてる中で、そんなことをね、そういうね、本当に本当のね、その虐殺者にね、犯罪者になぞらえて、あの日本の、代表トップです、しかもましてや天皇をね、そう言ってね、例に挙げるのは本当にね、どうかと思う。まあ、ね、もちろんウクライナもいろいろ大変で、まあ、部分的に、ね、多分もしかしたらかなり、ね、頭もね、おかしくなっちゃってる、かなり、ね、精神状態不安定な部分あるかもしれないけど、まあ、とはいえやはりね、自分のことをサポートしてくれる国をね、あんな風にね、表現しちゃダメだと思う。いやー、まあ本当にね、まあ僕自身もそうですけど、今回のこの、まあ母国に対することでね、いろいろ発信していく中で、もちろん、あの時にはね、表現が過激になってしまったりとかね、誤った表現をしてしまったりとかとすることは正直ありましたし、僕自身も過ちを犯したんで、まあ本当にね、ウクライナ政府には一刻も早くね、自分の過ちをね、認めてね、一人でも多くのね、国、一人でも多くの人をこうね、味方につけて、この世の中のね、あの戦争の、あの戦争が早く終わるように、そしてウクライナが、まあ、勝利を勝ち取るようにじゃないですけど、そんなことがね、早く実現すればと思います。いや本当にね、あの結構ね、視界って、真っ暗になったりしちゃうんだよね、そういう時に。だから本当にね、これはまあ、俺別にかばうつもりも全くないし、100-0でウクライナは今回の件に対して悪いと思ってるから、ただこの日をちゃんと認めてね、ちゃんと次改善、そして改めて、また一人でも多くの、まず、一人でも多くの国、そして人をね、巻き込むような取り組みをね、していただきたいと、心底願っております、マジで。心底願ってるんで、いや、このパンダなかなかやるんだよな。いやー、でも本当に衝撃的だったよ。まさかそんなことするんだと思って。でも本当にね、これ、必死になればなるほどね、そういったことって結構多かったりするから、まあ、本当にね、今一度ね、他国に対するね、
あの情報発信はね慎重にしていただきたいとはねあのめちゃくちゃ思う、うん、あのねやっぱね批判をするとねいついかなる時ね突然ね自分に返ってくることってめちゃめちゃあるから、批判をするぐらいだったらやはり自国のね、国民を鼓舞したりとかね、そういったことをやはりもっと率先しちゃってほしい。批判するのではなく、で今回批判するべきところってもう多分俺一つしかないと思うんだよね。うん、誤ったことをやってる人間って一人しかいないから、そういった人にね、何か物事をしてそれ以外の部分ではちゃんと、こう巻き込む、巻き込むためによいい意味で手伝ってもらうためにはどうすればいいのかっていうのを考えてもらいたい。まああの僕自身ウクライナね駐日大使とも直接お会いしたこともあるんで、まあ本人にもちょっとねあの伝えようと思いますし、まあ皆さん自身も今回の件に関してはもう思いっきりあの思うことを言ってください。はい、日本はやはりウクライナをサポートしてくれるわけであって、僕自身もすごい感謝してますし、皆さん自身も、この件に関してね、間違ってると思う、もう俺は間違ってると思うし、ウクライナがね、だからそれに対してはっきりとね、間違ってるよっていうことをね、ちゃんと発信しましょう。皆さん本当に間違ってるんだからって、間違ってることはちゃんと正していかないといけないと思うんで、本当にね、今一度皆さん一致団結して、まあ、あの今回の過ちをね、まあ、決して軽く見るのではなく、まあ、今一応ねお互い、ちゃんと一致団結して、よりね世界平和のために、そして、戦争が終わるために、一刻も早くねもう一回みんな束になってね、戦っていければなと思っておりますね。本当にマジでびっくりした、ニュース見てそんなことあんのと思って。これ左なんだよ多分、これ完全に左だと思うんだよね。あっぶね、あそこをマジで掴まれて落ちるからね。OK クリア、決勝進出した。ってことで決勝止まるな危険ですね。はい、今後もですね正しいことは正しいと言って、間違ってることは間違ってると言ってね、ちゃんとね情報をね、皆さんに、偽りなく届けたいと思います。よろしくお願いしますマジで。まあなんか一昨日の、あのね動画もまあちょっとね僕自身の、なんだろう、タイトルの付け方がね、まあ少し紛らしかった部分もあったんで、まあその件に関してもね自分ですごい間違ってたと思うし、本当にねまあなんかコメントではねこうちょっともねみんなにねよりこう身近に感じてもらえたらなと思って、つけたコメントが実は間違ってたとかってのもあったんで、いや本当にそういうのをちゃんと、まあ、自分自身も受け止めてちゃんと次に切り替えていけたらなと思っております。本当にね完璧な人間だとこの世にいないと思うんで、ちゃんとできること、ちゃんと自分で、しか失敗から学ぶことが重要ですから、そういうことができないと本当に後々結構痛い目を見ることになるんで、ちゃんと、学習していきたいと思います。さあ、こっから集中、こっからマジ集中、マジで集中、こっからマジで集中。 OK 完璧、めちゃめちゃ来てるやん、めちゃめちゃ来てるやん、やばいっす。あっぶねマジで、そこ落ちたらマジやばかった。あっぶね、真ん中削っといて、ここ行けるんだよね、見えてた俺道が。めちゃめちゃなんか最後の最後は全然誰も譲らないね。これここ熱い、ここ俺の床、ここ俺の床、 OK、 ここでちょっとゆっくりゆっくりちゃんと耐えて、あと下の状況見たいんだけど、いやこれどっちが正解だ、やばい、あっち絶対削り合うから、やばすぎ。